親族の住宅に保険金目的で次元発火装置を使って放火したとされる男の裁判員裁判で懲役7年の判決です判決を受けたのは広島市旭田区の筒井誠被告です判決によると筒井被告は2019年12月弟の俊被告と共謀して広島市東区の親族が所有する住宅に 次元発火装置を使って放火隣の住宅と合わせて二棟を全焼させた上保険金およそ3600万円を騙し取ろうとしました今日広島地裁であった判決公判で後藤雄貴裁判長は死傷者が生じかねない非常に危険な犯行と指摘一方で計画は弟が考えて指示し被告は従属的だったなどとして懲役8年の休憩に対し 懲役七年の判決を言い渡しました弟の俊被告は後半前整理の手続きが続いています